ちょっと前に東京からピーターさんと岡井さんが来てくれた時があったんですけど、その時にちょっと僕が置き撮りしてて不注意でカメラごとバーンって撮れたんですよ。それでこのカメラの上につけてたロードのビデオマイクロのワイヤーがちぎれちゃって、これは不釈迦になりました。それで今新しいのつけてんですけど、買い替えました。ケーブルだけを欲しくて日本のサイトをいろいろ見たんですよ。システム5とかそういう映像の専門店だけど、日本で買うと結構納期で1ヶ月以上時間かかります言われたので、アメリカのアマゾンで買いました。ちょっとこれ見ればわかるけど黒なんですよ。実はこのパーツで売ってるのはもう赤じゃなくて黒で、これがねまたちょっとかっこいいんで、他の人とは違うぜみたいな感じで、結果オーライだと思い使ってます。まあこれのケーブルぶっ壊しちゃったからカメラも傷ついちゃっててんてこまいだったんですけど、アップルウォッチのバンドを買いました。新色、しかもナイキのやつですね。スポーツループバンドかな、ナイキのやつなので光るやつです。これ反射で、中華コピー品のミラネーゼループっていうマグネットのやつで使ってるんですけど、非常に使い勝手がいいんですけど、走るときはやっぱマグネットの力なのでこうずれてくるんですね。それがこう嫌で、こう走りながらこう締めちゃう、走りながら緩んじゃう、締めちゃうみたいなことをやってて、これめんどくさいなと思って、でも純正のバンドはどっか行っちゃってるのでないということで、自分の中で結構走ったら買ってもいいぜっていうルールを作って、で結構走ってきて まだまだこれからも走りそうな感じなので買いました。これでもっと走れます。あ、生地自体が伸びる。ああ、高そう。現に高いっすけど。こんな感じで、なんでしょう、走るために必要なアイテムいくつかあるんですよ。この帽子とか、これも走るために買ったし、この靴とかも走るために買ったし、それでこれですよ、これ、このパンツ、ズボン、パタゴニアの走る用のショーツなんですけど、これがねめちゃくちゃいいんですよ。ポッケが1つ2つ、こっちにも1つ2つで、計ポケットが4つあって、後ろにジッパー付きのポケットもあって、 iPhone もここに入れられるっていう、非常にこれ素晴らしいショーツで、毎日のようにこれ履いてたんですよ、夏の間。そうしましたら、俺わかるかな、こうスリットで切れ目があるんですけど、この縫い目の部分が破れちゃったんですよ。あんま分かんないですけど、こうまあグイッてやったら結構大きい穴が開いちゃってて、これはねどうしようかって感じなんですけど、 Twitter でパタゴニアのこのパンツ破れちゃったよって話をしたところ、ハマさんとか原田さんとか僕のお友達がパタゴニアのリペアセンターに送れれば修理してくれるよって
話だったので、一応今のところは修理したいんですけど、まあ、パタゴニアの修理送ってる間にこのズボンが履けない、すなわちジョギングできないっていうことを考えて、私大塚博明考えました。答えはこれです。こんなにねいいショーツがあるならもう一枚ぐらいあってもいいんじゃないかってことで、私もう一枚目買いました。おお、色違い、王道のブラック、おお、いいじゃん。ちゃんとねジョギング用なんでね、ここのロゴが光るんですよ。うん、破れてない、サイズも同じ S サイズ。これで修理してる間もまだまだ走れます。いいね、いやパタゴニアいいね。よし、ズボンは破れたままですけど、このバンドも新しくなったし、今日も走ってきますということで、そういう動画でした。